決戦、もちろん初対戦スタートしました。まずは小林選手先行です。ここはちょっと圧倒的ということになるんでしょうか。距離感も空いている。さあ藤本選手がゴールエリアからそのままコースアウト。そして小林選手は先行、きっちりと走りを見せていく。ゾーンは取っていった。立ち上がってくる。きっちりとアングルをつけたままタッチアンドゴー。この辺りは昨日から本当に小林選手うまいですよね。このちょうど審査席前のゾーン3つ目からの立ち上がり、タッチアンドゴーからフィニッシュラインは小林選手は見せていきます。そしてうわ藤本選手がまたね回ってしまいましたところです。さあ入れ替わりました。その藤本幸之助選手が先行、追走の小林雅宗選手。離れていった方がいいと思うよ。あまり無理はせず、さあどうだ。まずは一つ目のゾーン飛び込みです。ここは先ほどは難しかったのだ。どうだ、やはりリアを落とした。藤本がリアを落としましたが、いい微妙な距離感で小林がそこを追走していく。ここはまだまだ手を抜かない。きっちり合わせ込んでいく。サイドバイサイド状態からさあ駆け合わせてくる。タイムチャンスもいやよく待っている小林。そして出口のところを振り返してゾーン、ここはどうだ。無理せずに距離感を持ったまま横綱相撲ですね。小林正美選手、追走の高橋和美選手、今スタートをしていきます。さあ加速をしていく。まずは久しぶりのゾーン飛び込みだ。さあマシンをコントロールしていく。さあビタッとつけていく。和美が同時に振っていく。さあどうだ、うギリギリのマシンサイドに留めた。そして立ち上がってくる。さあここは小橋が一気に高橋を追う。立ち上がる方から出口のところ、出口もう一回追い詰めることができるのか。高橋和美どうだ。あのね、はい、さあ入れ替わります。その高橋和美先行、追走の小橋正則。さあどんな走りを見せてくれるのか。さあ小橋はビタビタにいっている。うわ小橋はもう入り口飛び込みからもうビタビタだ。2つ目出口のところ、さあこの辺りは少しいや同じように詰めてくるが、さあどうでしょうか。立ち上がり小橋がインドアサイドバイサイド。ここは離されない、離されない小橋のその走り。風にワークルをつけて出口のところ、うわ強いね。これは最後までぴったり。小橋正則選手先行、追走のチャンピオン山下浩一選手。昨年一昨年2年連続のこのフォーミュラ女子ジャパンシリーズチャンピオン。対するは小橋選手は2020年一昨年の D1 グランプリのチャンピオンだ。さあどうだ、一度戦いどうしたつもりから。ベタベタに来る。ちょっとチャンプのマシン引いた形ですが、もう一度サイドに突っ込んでくる。さあどう、2つ目3つ目からの立ち上がり、駆け上がってくる。立ち上がりも少しその距離感が開いたか。さらに追い詰めるチャンプ、振り返して小橋選手もいいそのゾーンの反り方からフィニッシュライン。2020-2021のチャンピオン、対するは2020年の D1 グランプリのチャンピオンだ。チャンピオン対決、さあスタートしました。入れ替わってチャンプの先行。さあそのリアサイドにべったりとつけて、同じようなその動きを見せる小橋の追走だ。さあチャンプはどうだ、先行に回ってきっちりとそのアングルを見せていく。ゾーンを取っていく。さあ後半戦まだ壊した、そのマシンは離れない、離れない、ビンテンとつけている。さあ出口のところ、ゾーン4つ目はどうだ、スーッと入っていく。壊した水槽、これは決まった。さあスタートしました。もちろんこの週末いい走り、おーっと1打差だ。まずは小林、おーおー接触あり、ちょっとここは行き過ぎたかどうでしょう。パイロン噛んだまんま小林選手がまだまだ先行の足を進めますが、そして出口のところゾーン4つ目振り返して、オールレッドからブラックアウト、今スタートをしていきます。さあ影合っていく。アウトゾーン1つ目に繰り返してどうだ、ゾーンを取っていきながら、さあ小橋です。この辺りからメダメダにつけていこうと、そして同時に振り返してゾーン3つ目、
奥までゾーンを取っていく斉藤雄二、さあギリギリだギリギリだ、立ち上がっていく先行斉藤が落ち着いた足に、そして小足はどうだ、さあクロスラインを取りながらそんな形を見せサイドバイサイドフィニッシュライン。オールレッドからスタートです。ワンマンタイムスターボッチャリその女神は微笑むんでしょうか。さあ飛び込んでくるゾーン一つ目二つ目パイロンを吹っ飛ばす、さあ斉藤が見た目に来るが、これは斉藤雄二回った、そして小足はしっかりとゾーンを取って先行の足に、斉藤は後ろでバタバタ回っている、ゾーンを取ってそして出口のところ、斉藤雄二選手が先行追走の小足サドリ選手、さあアウトゾーン一つ目飛び込んでいく斉藤雄二、ちょっとフロント足が動かせない感じがあったんですが、ここはぴったりとつけていく小足が、さあリアサイドに回っていくゾーン3つ目もピタッとつけてくる、立ち上がりはどうだ、駆け上がっていく斉藤のマシンですが、タッチアンドゴーから出口の手前、またスーッとマシンを入れ込んでいきます。小足のその追走が、レッドペンとオールレッドスタートをしていきます。さあカンタ選手のマシンが黒いボディ、そして小林選手は白いボディ、さあフェイクから振り込んでいく、ほぼ同じラインで、さあどうだ、何して同じ感じ、同じように落としていく、そしてゾーン3つ目はどうだ、ぐーっと迫っていく小足のマシン、カンタはラインをしっかりとキープをしながら立ち上がっていく、そのサイドに小足のマシンだ、さあタッチアンドゴーからどうだ、出口のところ振り返してさらに小足のマシンがおお選手追走のカンタ選手、何度も言いますがチームメイト対決です、チームオレンジ、さあ飛び込み1つ目のゾーンから、おお、さらに同じように、あどうだ、あ決まってもうた、あカンタのね気持ちが空回りだねこれ、さあ、映像を